皆さん、おはようございます。ティンダーの役場、金田です。近鉄の歴代キャッチャーといえば、梨田正隆さん。一番、史上最強のキャッチャーと言っていいでしょう。やはり、機動力に欠けない選手でございますね。はい、当時は。本当にキャッチャーとして優勝には貢献した年も何度かありましたね。はい。確かに正捕手、本当にすごかったね。近鉄の梨田さん。まあ、打てるキャッチャーですけどもね。はい。まあ、ホームランスも量産して、本当すごい選手でございますね。選手時代はちょっとここまでにして、では、選手時代はここまでにして、では監督時代に、まあ、コーチを務め、実は、最初、近鉄の、監督、最後の監督を務めたのは、もちろん、梨田正隆さんです。はい。まあ、野球解説者もやったんですけども、まあ、監督としては、まあ、近鉄、まあ、機動力野球を掲げるも、最下位。やはり、投手力が悪く、やはり、打ち勝つ野球にシフトチェンジしたそうです。もの、打線が、そうったことから。2001年、まあ、伊手前打線、やはり優勝した年、まあ、マジック点灯、マジック2としたのは、やはり、ノリさんのサヨナラホームランのおかげですね。やはり逆転試合が多い試合が象徴です。はい。40度以上、はい。そして、優勝決めたら、やはり北側の満塁ホームラン、まあ優勝決定、お釣りなしホームランがやはりすごかったから、監督の采配もすごかったですが、ただ日本シリーズでは残念ながら負けてしまいました。その後、長らく解説者を務め、現在、その前は、日本ハムの監督を務め、優勝に貢献しましたが、その後、楽天でも監督を務めたが、成績不振で解任。現在は野球解説者を務めておりますが、ただ新型コロナウイルスと付き合ってしまいましたね。梨田正隆さんでさえもね。以上です。バイバイ。